こんにちは。アートの扉アトリエ4キッズの林先生です。この音声メディアではアートを通した教育現場で大切にしていること、どんな視点で子どもたちのありのままを承認していくのか、その環境をどうやったら守れるのかを考えながら、皆さんと一緒に気づいたこと、感じたこと、学んだことを共有していく番組です。さて、今回はアトリエ4キッズの授業の後に保護者の方からいただいた、質問にお答えする回です。先日、5月13日のアートの扉に参加させていただきました。林先生、お母様のことお悔やみ申し上げます。ありがとうございます。工作が大好きなので、いろいろなイメージを膨らませながら楽しかったようです。母としてはお花紙での工作と書いてあったので、お花塔を作ってくるのかと想像していたのですが、実際は段ボールのお城の工作をして帰ってきました。思わずお迎えをした時はお花紙使わなかったのねと言ってしまったのですが、よく考えるとみんなお花紙を使っている中で、それに流されることなく自分で作りたいものを自由に想像し形にすることができたのだなと思いました。帰ってからはみんなが同じ材料を使っている中で、それに流されず自分の好きなものを作れたこと、それが素敵だったよ、素敵だと思ったよと伝えました。素晴らしいですね。またよく話を聞いてみると、お城の前には水があって橋がかかっているそうで、鉛筆の部分は家に帰ってくるなり削って形を変えることができると、より自分のイメージに近づけているようでした。またストローの中には枝を入れてあり、お城のドアにした部分の裏側にはドアノブまで書かれていました。話を聞けば聞くほど細かいところまでこだわって作った作品なのだと分かり、嬉しい気持ちになりました。また機会があったら参加したいと思います。次回は林先生にもお会いできたら嬉しいです。ありがとうございます。質問です。幼稚園の自由画帳にひたすらぐるぐるっと丸を描いて、たくさん迷路ができたと持ち帰るのですが、その作品をそのまま受け入れ、主体的に自分がいいと感じること、例えば色使いなどを伝えていけばいいでしょうか。迷路を描きたいと言っているので、たまには迷路ってどんな風になっているかな、線と線で道ができてるね、こんな会話もいいのかなと迷っています、という、年長さんで初めてアトリエ4キッズに参加された方のお母様からメッセージをいただきました。これお母様素晴らしかったですよね。普通はお花紙アートの会で段ボール作品作ってきたら、ってなるのは普通の反応だと思うんですよね。まあ、ただアトリエ4キッズは自由にやりたいこと、つまり自分に聞いて自分がやりたいと思うことを自分で決定してやることを優先するんだよっていう風にね、最初にこの規範の大事なところを哲学対話でね、子どもたちと話し合うので、彼は自分と対話して自分がやりたいことをちゃんと追求したっていう、もうアーティストとしての作品だったんですよね。それにお母様が気づかれたということがすごく素敵なことだなと思いました。それをね、しかもちゃんと言葉にして彼に伝えてあげたということが、彼の在り方を丸ごとね認めてあげたということになるので、だからこそそのお城の前には水があってとか、あの鉛筆の部分は削れるしとか、そういう細かいこだわってね制作した部分、制作秘話をね、お母さんに伝えてくれたんだなっていうふうに思いました。質問は、迷路の話でしたよね。幼稚園で自由画帳にね、いっぱいぐるぐると巻いた丸を描いた迷路できたって持って帰ってくるけれども、どういうふうにその表現したものにね声かけしてあげたらいいだろうかという質問ですよね。これはねちょっと想像してみたんですけれども、その迷路だよっていう風に制作した作品っ
て、まあ、彼にとっての迷路というもののイメージをね、あの表現した作品に昇華したものかもしれなくって、そういう場合はそのイメージが作品になったものに対して、お母さんがおっしゃるように見た人がどう感じたのかということを伝えてあげるということでいいんですよね。違う色で作ったんだねとか、この部分がすっごい勢いがあっていいよねとか、そういうふうに鑑賞会をすることでいいと思うんですが、おそらくお母さんが迷われたのは迷路を描きたいと言っているのでっていうふうに書いているから、もしかしたら彼の中で迷路とはこういうものでいいのかという質問があるのだろうかということですよね。もしその本人が迷路を描きたいんだけどこれでいいのだろうかという、迷路を作りたいのだけれどかという質問に答えるのであれば、どういうふうにしたいのっていうことをまず聞いてあげるっていうことが大事かなと思います。いつも言っていることですけれども、鑑賞の言葉ではなくて、勝手にね、迷路とは何かっていうものの大人の価値観みたいな、固定概念みたいな、スタートとゴールがあるよねとかいうことを言うのではなくて、どうやったらもっと迷路になるだろうかという問いにもし答えるのであれば、最初にあなたはどうしたいと思うっていうことをまずインタビューしてあげながら、本人の考えを聞きながら、その上でね、一緒に、つまり共同制作者、作品のねとしてのスタンスで一緒に考えるっていうのでいいと思うんですよね。すごく迷われているということ自体にすごくね、意味のある質問だなというふうに、お母様自身が自己対話されているんだな、彼のやりたいこと、思っていることを、彼らしさを尊重してあげたいという気持ちがすごく伝わってくる質問で、皆さんとシェアしたいなと思いました。アートの扉規範でね、最初に言うその自由とはという対話なんですけれども、自由とは自分に聞いて自分で決めるっていうことなんですよね。だから自分のやりたいということを最優先してよくって、それが表現することが作品だから、何か正解があってそれに近づけるための時間ではなくて、自分に聞くということをやる時間なんですよね。で、彼は5歳ですけれども、そのことの意味をすごいちゃんと理解していて、自分で決める、やり遂げたいっていう強い気持ち、強い意志を持って制作したんですよね。で、こうしたいんだっていうイメージに向かってね、試行錯誤して実験してみたり、大人から旗から見てると失敗かなと思えるようなことだとしても、それを乗り越えて自分なりの納得するものを作り上げるっていうのを見ているとね、本当に大人がそこで口出し手出しをしなくてよかったと思うことが本当にいっぱい詰まっていて、そのプロセス自体がアートそのものなんですよね。うまくいかないなと思ったら、それをそこで諦めるんじゃなくって、自分で決めたことだからね、達成したいっていう気持ちがすごい強いので、発想の転換をしてみたりとか、そういうふうに思考をもうちょっと変えてみたり、こうしてみたらできるんじゃないとかいうふうに自分で決めてね、制作していく、そのプロセスがあったからこそ達成感っていうものがね、生まれていくので、そういう本当に主体的な学びが詰まっているアート制作というものを体現していたと思うので、でね、彼の作品をその子どもたちと一緒に最後ね、鑑賞会するときに、ものすごいね、他の子どもたちが興味津々で見ていたんですけれども、やっぱりね、その自分そのものを表現したものって、内なる自分みたいなものをね、
表現したものってやっぱり人をね引きつける力がやっぱりあるんですよね。だからこう他の子どもたちも一生懸命見入っていたんですけれども、で人生もねきっと同じで、自分らしさみたいなものを追求するということが、その人らしい人生を生きていく、その人が幸せだと思う人生を選んでいくということに他ならないので、幼い時期に自分で決めて自分で達成していくということをたくさんね経験させてあげたいなというふうに思います。今回はたくさん作ってきた作品、迷路作品に対してどういうふうに声かけをしてあげたらいいかなということについてお答えしてみました。鑑賞してあげる、つまり自分がどう感じたのかということを言葉にしてあげることも大事ですし、もしも彼の中で、大人に対してね質問したいこと、一緒に考えてほしいことがあるのであれば、どうしたいのかというのをね一緒に考えてあげる。そのためにはまずその作者であるあなたはどうしたいのというふうに、彼がどうしたいのかということを言葉にできるように質問してあげながら一緒に考えてあげるというスタンスが一番いいかなというふうに思います。作品へのね声かけについての関連する回のラジオを概要欄から飛べるようにリンク貼っておきます。何を書いたのと聞く前にですとか、させなくちゃではない声かけとかですね、子どもたちへの声かけについての関連するラジオの回載せておきます。今回も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。また次回のラジオでお会いしましょう。林先生でした。雲の隙間からいつも覗いている、君の揺れる髪も笑い声も見える、透き通る色を失っても感覚はどんなに痛みを受けようとも閉ざさずに、空を見上げればそこにいる、たとえ一人だと思っても忘れないで、木漏れ日を見つければほら一人じゃない、たとえ言葉をなくしてもでも忘れないで。木漏れ日を見つければほら一人じゃない、
たとえ言葉をなくしてもでも忘れないで。